とテイルズオブアライズ実況プレイのパート65をやっていきたいと思います。さてと、ガナスハロスの、問題をまたね解決していきたいなと思います。こっちまだかかるか。ん？大丈夫？もうちょいなのかな。すでにネズミがいるように見えるんだが、減ってるのはもしかして襲われたのかな。でもなんかもうちょっとで収穫はできそう。さてと、まあ、この収穫ができれば、話は進む。疲れたね、フルル。そいつ大体隠れてるじゃねえか。フルル、うん、さて。私たちだけでできることには限界がある。この国にはもっと助けがいる。早く他の国の援助を募る必要がある。そのためにもここを出る道を見つけないと。分かった。うん、早速明日から始めよう。そのためにも今日はしっかり休んでおくんだ。とかこの地から出る手段がないんだな。何？お、どうした？何の音だ？アルフェ！大変だ！空が！ん？なんだなんだ、星のエネルギーが精霊力吸い取る装置みたいな感じかな。レナとレネギスが、それにあのレネギスの姿、一体何が起きているの。あんなことができる奴らを相手にしてるのかよ俺たち。どうやら沈黙は終わったようだ。あの降りてきた物体、
まるでダナに打ち込まれたくさびだな。くさび、俺たちの犯行への。だが上から出ている光は何だ。精霊力。精霊力、あれがか。だがあんな、ものすごい勢いだよ。今までレナのスルドたちが集めていたのなんて比較にならないくらい。ダナの精霊力を根こそぎ奪うつもりか。だがなぜだ。精霊力集めはスルドブリガを競うためだったはずだ。あの勢いじゃ放っておいたらダナが虚水だらけになっちゃう。破滅だよ。破滅。これもあの赤い女の仕業なのか。だとしても不思議はないな。たまたま王と巫女、そして5つのマスターコアが揃った場に第6のコアを携えて現れ、君たちに強制してレナス・アルマを作り出したあの女、一体何者だ。どういう意味だ。どうとは。あんたのそばにもいたじゃないか。何かしら知ってることはあるんじゃないのか。私があの女と面識があると言いたいのか。やっぱり。アウテリーナ宮であなたのそばにいるのを何度か見かけました。コノエの間では何者なのかと。やっぱスルドたちにあいつ見てなかったんだ。ビエゾの近くにもいた気がする。覚えてないか、シオン。シオン。あ、ごめんなさい。私もペレギオンで初めて見た気がする。実はいたよぐらいなんか静かに立ってる感じでさ、全然主張なかったからあんま気にならなかったけど、スルドのお目付け役か何かだとばかり思って。実は毎回いたんだよな。本当にあの女。覚えがないのですか。ない。これでも記憶力はいいつもりだ。むしろダナには見えていたんだ。偶然はいろんないけど。気になるな。今はあのくさびが先だ。そんなこと言ったってどうするんだ。俺たちガナスファロスから出ることすらできないんだぞ。北の山脈の向こうはシスロディアだ。ですがこの一月、山を越えられそうな道は見つかっていません。解放した人々からも手がかりは得られませんでした。だがどこかにあるはずだ。300年間タリオと隔離されていたはずはない。ボルラーンが閉ざして隠したのかもしれん。だったらダメ元でももう一度町の人にも話を聞いてみようよ。何か見落としがあるかもしれないし。分かった、探してみよう。今から船を作るよりはいい。あれがレナの本当の力なのです。情報収集が必要か。何かあるだろうとは思っていたが、ここまでとはな。これからどうなっちゃうんだろう。確かめるんだ。できることをしよう。はい。回る場所はそう多くはなさそうだな。今頃ダナ中で大騒ぎだろうな。そうだな。どの国も解放されてやっと落ち着きかけてたところだろうに。ずっとだんまり決め込んどいて見計らったみたいに仕掛けてきやがった。ペレギオンの人たちはあまり驚いてなかったね。まだ感情が戻りきってないせいだ。そうでなかったら今頃大変だったはずだ。ああ、町を離れるどころじゃなかったろうな。だがレネギスの狙いが何だろうと、くさびだけで終わる保証はない。今でさえ精霊力が奪われているのだしな。手遅れになる前に急ごう。よっしゃ。山の方で崩れるような音がした。もしかしたらあれが打ち込まれたことで地形が変わってるかもしれないね。こいつからろくな情報なかったな。
昔はホランド山脈を通り抜けることができた。今はできない。ホランド山脈って確かラフトゥ湿原の奥にそびえる山脈のこと。でも湿原の奥にそんな道なんてあったかな。見落としたのかもしれない。行ってみよう。なるほど、まあ、このブーサギのはまたおいおいかな。待て、クエスト出てんじゃねえか。じゃあとりあえずこっち先かな。あ、こういうとこ、他のエリアでも出てんじゃねえか。メナンシアでも出てる。いや、じゃあとりあえずディスビーム行こう。こたびも刺激的な旅であった。なあ、困っている人がいたら。わかっている。耳をか、うそ、ん、おや、うん、なるほど。落ち着きたまえ。え、うん、うんうん、え、オッケー。下手な期待を持たせない方が良かったのでは。死亡で種の壁を越えた、うん、でっかい鳥が竜巻を起こしてる。そうね。はいはい。風和海岸の巨鳥。まあ近いし先やってしまった方がいいか。それらしい鳥を探せばいいんだろう。よし、行くぞ。さて、あれは目合わせんなよ。コカトリス？ストーミー。確かにでかい。一筋縄ではいかないよ。飛んでいる相手なら。まず雑魚散らしだよね。こうも飛び回られてはな。分かってる。私が襲う。じゃ。冷静に。私が援護する。と、超妨害されてる。よし。ああ、翼の付け根のところに弱点があるんだ。いってー、とりあえず落ちてもらおうか。素晴らしい奏だ。氷の槍を誰が突き刺す。ほら、
さすがに HP1 では発動しねえか。全力でいけそうだ。ミスト。アンタンチ。オッケー。ができた。この攻撃逃ってはあるまい。天使を突っ込むは誰の手で得の一発。終わりだ。でもっとか。攻撃力が高いなこいつ。落ちでしょ。水の精霊術。ブレッド。氷の槍をスレッド。いったくプリンアルスを止めに来る。ピョハリもすごいな。おい、そういうこと。おい、あれ、いやー、鬱陶しいな。落ちろに値する。ロックブレイク。外さないわ。第一の元に刻まれて。やれるぞ。おいしょ無理やり。あ、発動してねえや。じゃあ技5種類ぐらいちゃんと打たなきゃダメか。よし、今のうち止める。よっしゃ、よっしゃ、氷の槍を。はい。当たってる？気をつけてくるぞ。現状ではない力だ。おい、かなり追い込んでいるぞ。我らの聖なる過去、何があるかわからない。いいよ。よし、ここで決めてやる。我らに聖なる加護。ファーストエイド。確信を奪っていかせよ。悪いな、でも何落ち着き渡る。回復欲しいっす。そう思っておこう。よいしょ。我らに聖なる加護。決めた。シャイ。新たな武器に必要な欠片が揃ったか。お、新しい素材が。一旦ティスビム戻ります。新しい武器作れるかな。風に乗ってひとっ飛びだったらよかったのに。あ、違った。見じゃねえや。
なんと。ちょっと。お、バーンストライク。こういうので覚える場合もあるんだ。お、突風少女。サイクロン、いいね。弱点 V ダメージアップ。いいね、いいね。宇宙回避、宇宙ジャンプ。アウェイクに連撃。武器屋も見ていこう。武器屋というか鍛冶屋。今日は屋根の下で休めそうね。お、サンダーネイル、シント、ゲイルウィング、はい。いいね、いいね。微妙に作成済みって表記がないやつあるの気になるな。なんかシールドちょっと飛んじゃってるんだよね。金槌の音っていいよな。やっぱゲイルビンがかっけえな。あ、来た。これについても補給ができる。そしたらこの森の中にもクエスト。あ、まあちょうどあのキャンプにも入れたかったんで、いいや。さあ、目的地に着いたわよ。ああ。やっぱ犬多めの方がまだマシか。よし、で、ベストは？誰かな。おん？
わなるほどね。だからここでもギガントと戦うことになるみたいだな。よっしゃ。なんでこんなことに。シオンは絶品なんだから。それくらいいいだろう。ちょっとキサラ。ねえキサラってば。なんでこんなことに。そんなにシオンに負けたのが悔しかったかよ。お前もお疲れだったな。休憩。オリエンタルライス。うおお、これひょっとして、ひょっとしてじゃね？お。シオン、少しいいか。ねえ、話があるんだけど。いい。どうしたんだ？改まって。私が持っていた人形の話。あれから考えてみたけど、やっぱり誰かからもらった覚えがないの。子供の頃の話だし、思い出せないのは無理ないんじゃないか。そうね。でもあの人形はとても古くて、最初からあったような気がするの。もしかしたらよ、万に一つの可能性だけど、あの人形はあなたがレネギスに持ち込んだということはない。まさか。絶対にないと言い切れる。うん。あるというよりないという方が簡単。分かってるわ。でもゼロと断言はできないでしょ。ずっと一人だと思っていた私が、あなたやローやリンウェルやキサラやテュオハリムに出会ったように、起こり得ないと思っていたことが起こりうるのも現実だわ。確かに。何もかも300年前に置いてきたのに、今の俺は一人じゃない。あなたが300年を超えて私やみんなと出会ったように、一つの人形が時を超えたっておかしくはないでしょ。このことに意味を見出すのも見出さないのも自由なら、私はあると信じたい。そうだな。偶然だ、ありえないと拗ねるよりよっぽど素敵だ。おお。寝相悪かったらごめんなさい。自覚ある。おはよう。行きましょうか。はい。とりあえず今回はここまでにしておきましょうか。まあ、この近所に出たっていう鉢型の、まあ、多分ギガントだよね。その討伐はまた次回にするっていうのと、ブーサギの肉を手に入れたので、これについても一旦ペレギオンに戻って報告を済ませなければならないっていうのと、あの村で出会った女性の、レナ人の恋人さんがね、今どうしてるのかっていうのを、これを調べていくことにしたいと思います。次回ね。はい、ではテイルズバーライズ実況プレパート65、最後までご視聴いただきありがとうございました。次の動画でお待ちしております。それでは皆さんまで見てくれなー。